はい、どうも、走り多いチャンネルです。皆さん、今日はですね、こちらの以前自分が紹介したオーダーで作ったグラブワークスのキャッチャーミットあったと思うんですけど、今回よく最近一緒に練習してる子がですね、グラブワークスに興味があるということで、今回4つ届きました。革質サイズ、その辺をちょっと紹介できればいいかなと思います。で、早速紹介していくんですけど、先に4つ紹介しますと、大きく紹介しますと、まずこちら、キャッチャーミット、こちらの一番下のランクの革で作ったキャッチャーミットになります。と、あとファーストミットですね。このファーストミットを、こちらも同じく一番下の革で作りました。で、あとピッチャー用が2つあって、こちらがまず1つ目のピッチャー用、スカイブルーというか水色みたいな感じですね。と、最後がちょっと小さめ、かなり小さめ、本当にトレーニングレベルの、ピッチャー用を作りました。で、今回ちょっとサイズを、紹介しながらちょっと革質を見ていこうと思います。グラブワークスの場合はですね、ちょっと見づらいかもしれないですけど、こういう感じでオーダーするんですよ。ネットでこういう感じでネットでオーダーして、外国の方で、中国の方で作って、日本に送られてきます。で、基本的な支払い方法としては、基本的に銀行振込、一番下のランクの場合でいくと、だいたい日本円で1万2000円ぐらいで、そこに送料とかですかね、加わってくるんで、まとめ買いした方がお得かなと思います。日本の送料とは違ってやっぱり外国から来るんで、3000円ぐらいかかるんですけど、まとめて今回みたいに4つとか買えば、その分割り勘でできるんで、結構1個で頼むよりは割り勘で買った方がいいかなと自分的には思います。早速じゃあこちらのキャッチャーミットから紹介していきましょう。まずこちらのキャッチャーミット、大きさは33インチになります。ちょっと日本のキャッチャーミットで表すと、ちょっと小さめの、形かなと思いますね。で、こちらも33インチ、ちょっとここにちっちゃく写ってるんですけど、33インチって書いてあって、こっちも33インチなんですよ。ただはめた感想としては、少しこっちの方がちっちゃいかなと思いましたね。まだ革がこう伸びてないっていうか、紐をしっかりがっちり止まってるんで、そう感じるかもしれないんですけど、結構自分のはもうだいぶ使ってて、はい、こっちでもちょっとでかく感じますね。片付けの問題かもしれないんですけど、はい、で、こんな感じになってまして、今ミットが2個あって、両方とも青を使ってるんですけど、青の革質はめちゃめちゃいいかなと思います。あとこちらグレー、こんな感じですね。グレーと、あとレッド使ってますね。はい、補給面こんな感じです。基本的に張りはしっかりとあってですね、ちょっとゴリスポモデルとかとはちょっと違う感じがあるんですよね。基本的にミットの方がしっかりとした革を使ってるんじゃないかなと自分は思ってます。もう一つミット、ファーストミットがあるんで、こちらも紹介していきましょう。で、こちらちょっと小さめのファーストミットでして、大きさ、こちらですね、 11.11 と2分の1の大きさになりますね、インチになります。で、こちら、基本的な形、基本的なカラーとしまして、補給面がちょっと光の加減であるかもしれないですけど、クリーム色みたいな感じのやつを使っています。外がブラックですね。あとブラックとさっきのこのキャメルみたいな色を使ってて、縫い糸がレッドで、レースもレッドになります。はい、で、こちらもですね、ミッド類ということで、結構こちらも革がしっかりとしてますね。はい、こういう感じの、ちょっと小さめなんですけど、はい、こういう感じの革となっておりますね。ペナペナっていう感じの革じゃないですね。もうしっかり張りがあるような感じはあります。はい、近くで見るとブラックもしっかりしてるんですよね。ただゴリスポモデルの時の外野仕様とはちょっと違う感じがするんですよ。値段は一緒なんですけどね、ちょっとその辺はまだ分かんないんで、一応見た感じのことを伝えていきます。はい、続きましてですね、こちらのピッチャーですね、こちらを紹介していきます。こちらはですね、ヒゲメンさんがいると思うんですけど、ヒゲメンさんに自分こう協力してもらってグラブをオーダーしてるんですけど、ちょっとグラブワークスさんの方はですね、以前もちょっと話したんですけど、あんまりこう日本語のやり取りが得意じゃない感じがあったので、ちょっとヒゲメンさんが英語を話せるんで、ヒゲメンさんに頼んでいます。で、ヒゲメンさんもこの水色のグラブをオーダーしたんですけど、ヒゲメンさんのこちらも同じく水色のグラブになりますね。こちらピッチャー用のファーストバックのモデルになります。で、こちらのグラブのサイズが、こちらが12インチですね。12インチになります。ちょっと普通、大きさとしては、ちょっとピッチャーとしては小ぶり。いや、ピッチャーとしては普通かなって感じですね。ちょっとピッチャー用は分かんないんですけど、水野で言うといくつかな、9とかなるんですかね。比較しますか。
これが9ですけど、あ、9よりちょっとちっちゃいかな。ちょっとまあ片付けの問題もあるかもしれないですけど、まああのちょっと菊池選手モデルと比べてみてこんな感じですね。補給面と背面は水色を使ってまして、玉はみの黄色ですね。あと縫い糸とレースが黄色になります。あとはちょっとこういう刺繍とかワッペンとか入ってるんですけど、これもそんなにこう革質が弱いってわけじゃなくて、そんなにこう柔らかくはないですね。縦型のグローブにしたんですけど、はい、こういう感じのグローブで、まあ形はまだ全然ついてませんけど、はい、ちょっとやっぱゴリスポモデルが柔らかすぎた感じがあったんですけど、これは別に特にそう柔らかいって感じじゃないですね。はい、まあピッチャーの方は参考にしてみてください。大きさとか、あと指カバーついて、指当てついて、あとはこうちょっとあの何ですか、ベルトスタイルみたいになってますね。はい、ちょっとこういうオプションつけると、まあ1000円2000円上がるんですけど、そんなにこう爆上げするわけじゃなくて、1000円2000円ぐらいプラスになりますね。はい、で最後、ちょっとこちらはちっちゃい、かなりちっちゃい、もう本当に小学生モデルに似てるんですけど、こちらのピッチャー用のグローブです。こちらが 10.5 インチ、これで小学生とかがオーダーする大きさですね。で、あのピッチャー用のグローブで、本体からレッド、玉はみのレッドで、あとワッペンのこのグラブワークスっていうワッペンにして、指当てつ、指カバーがついてといった感じですね。ピッチャー用のグローブですね。まあこれはちっちゃいグローブなんですけど、はめると、はい、こういう感じですね。でこれも型は全然ついてなくて、こういう感じですね。まだ全然こう閉じることもできない状態になっております。はい、でまああのトレーニンググローブを自分以前紹介したと思うんですけど、トレグロがこんぐらいで、今のこんぐらいですね。一回り大きいか、もしくは一緒ぐらいかなと思いますね。はい、もうこっちはだいぶ、広げちゃってるんで、こう横に大きく見えるかもしれないんですけど、ピッチャー用のこっちのやつはちょっと大きいかもしれないですね。まあ 10.5 で、本当にでも少年軟式用の大きさだと思います。もしくはまあ中学生のちょっとちっちゃめのグローブかなといった感じですね。ワークスのオーダー方法ですね。オーダー方法に関しましては、この下の概要欄の、ヒゲメンさんの動画で紹介していますので、まあ日本語訳を加えてもらって紹介してるんで、まあ、それを見ながらやってもらえればいいと思います。あとある質問としては、ぶっちゃけ革質どうですかっていう質問があるんですけど、まあ、ちょっとあの、まあ、公式用なんですけど、あの一応海外の公式用ということで、ちょっと日本のメーカーの公式用と比べると値段も5分の1とか6分の1だと思うんで、まあ、その分ちょっと革質は落ちるかなと思うんですけど、まあ本当に練習用とか、あとは草野球で使うとかいう分だったら全然問題ないと思いますね。まあ、自分もキャッチャーミットは本当に試合で使わないし、撮影用で買ったんですけど、本当に公式戦とかで、公式の試合で使うのはちょっときついかなと思いました。まあ、やっぱり1万円動画できるっていうのはかなり魅力だと思いますし、あとはまあその1万円だからといって、そんなにこう、なんだ、革もそんなに超悪いってわけじゃないんで、まあ、ちょっとグローブをオーダーしたいなっていう場合はですね、まあグラブワークスも一つの候補としている分にはいいと思います。ただやっぱりそれを1年間試合でこうガチでガッチリ使うにはちょっとあんまり適さないと思うんですけど、本当に、はい、っていった感じでですね、今日は、グラブワークスのキャッチャーミット、ファーストミット、ピッチャー用グローブを紹介しました。皆さんもぜひ、このオフの期間、ちょっとまああの今オーダーで2ヶ月ぐらいかかるらしいんですけど、もしちょっと練習用のグローブとか、ちょっとおしゃれな遊んだようなグローブが欲しいなって方はぜひオーダーしてみてください。それでは今日の走り追いチャンネル以上です。ああ、ありがとうございました。はい、というわけで今月のプレゼントはこちら。まずは、ミズノ公式外野仕様の入門モデルです。こちらはゴリスポを片付けしたグローブでして、こちらを1名様にプレゼントします。こちら、ブラックとタンのグローブとなっております。続きましてこちら、ローリングス小川、ミズノレザーケアスライムの2点セットです。こちら、年末年始のお手入れにぜひ使ってみてください。こちらも1名様にプレゼントいたします。最後はこちら、ジームス YH の軟式用準備ラップです。こちら、自分が今使っているグローブと同じモデルになります。こちら、3つをチャンネル登録&コメントで応募完了となります。たくさんのご応募をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。